力とは島に含まれる物質と大気中の物質による生成物で、星小獣とは兵器でありつつも議論の余地を残す機能もあり、大気中の物質においても勇者の要素を置き換えると、古代の歴史を遡ると星の民による占領時代には、うらもダメだ、あわ頭が爆発です。大丈夫か、二人とも。無理をせず読み進めればいいんだ。でもよ、つい焦っちまうぜ。団員たちも各地で調査してるしよ。そうですね。それにこの星小獣の気配、私もちゃんと役に立たないと。星小獣、うん、もうずっとだよ。どこにいても薄い静かな気配があるの。でもやっぱり変だよな、気配はするのに星小獣はいねえってよ。だがルリアの感知は一見してわからない場合であってもいつも何らかの形で当たっている。最悪と同時期に発生した謎の気配。皆さん、他の本も持ってきましたよ。アルシャさん、すみません、ありがとうございます。助かるけど、あと何冊あるんだよ。あ、そうだ、白と金色の表紙の本を見ませんでした？さっき間違って持ってきちゃ。白と金？そうか、なるほど。なかなか一理ある学説だぞ。ヨハンさん、何か情報が見つかったんですか？ここのページです。星の民の遺跡と小流域の位置に関してある法則性が考察されているんです。はぁ？で、最悪と何の関係があるんだ？関係ありません。ああ、さすが英知の伝道です。うん、興奮しているところすまないが、肝心の浮力と星小獣の関係。ああ、すみません。もちろん調査は進めています。すでに何冊か読み解きました。ですが、具体的にはまだ何とも。四大元素の不均衡が鍵のようですが。四大不均衡？ああ、では進捗も兼ねて説明を。まあ僕も専門ではないんですけどね。まず、この最悪の原因は浮力の消失。浮力とは、島を浮かせる力のことです。どのように浮かせているかというと、仮説では、等分に配列した四大元素が、競合と調和を同時になすことで均衡を。ふむふむ、元気の等分が均衡。元素ですね。目に見えないほど微小な物質のことです。世の中のあらゆるもの、人間も空気もこの英知の伝道さえも顕微鏡で見れば元素の集合体なんです。ですので浮力も空に張り巡らされている透明な網と、はあ、で四大って元素にはいくつか種類があるんです。中でも重要な火、水、土、風がそれです。その四大元素の均衡、透明な網の四方を同じ力で引っ張ればその上で寝っ転がることができますよね。でもどこかの角が力を弱め、網が緩んだ状態で上に乗っかると島が落ちるか。その原因分析にルリアの感知。四大元素を操る星小獣がいる。元素を操る、そんな星小獣。おーい、でもピンとこねえな。だって星小獣ってのは兵器なんだろ。
今まで見たのと毛色が違う気がするぜ。確かに違和感があるな。白空戦争の戦力としては異質に思える。戦闘が目的ではない兵器、あるいは根本的に設計思想の異なる。あ、私も手伝います。お、ルリアのや青少女に団長の影響か、自分の意志をルリアも立派に成長している。